はい、キャプテン浩二です。おはようございます。今日のお天気はこのように、曇り空。ちょっと晴れてますね。晴れ間が出てますので、雨は降らないと思いますけれども、おはようございます。ただいまの時刻ですけれども、2024年の今日はね、9月の28日土曜日、朝7時18分になります。そしてね、今日いよいよね、稲刈りの方準備、できましたのでご報告するとともに、今日はね稲刈りやります。はい、それではね見ておいてください。袋をねちょっと詰めていきますので、どんな感じになるかな。こっちからね見やすいかな。ちょっと見ておいてください。こんな感じでね、反対側も詰めていきます。それでね、去年のねもみがね残ってました。これ出した時にね、だからちょっとねこんな感じで、よいしょ、奥の方とね、手前の方とねありますけれども、この感じでね袋詰めていきます。ちょっとね今日ね稲刈りの一部始終を取るのでこんなに、やってられないんだけども、ちょっと運搬車どかしますね。よいしょ、はい、それではね、最終チェックで、
オイルのねレベルをチェックしておきましょう。一応ねオイルのレベルチェックと、そして油はね入ってますのでね、オイルレベルチェックして、そしてエンジンかかりますので、エンジンかけて終わりでございます。はい、見ておいてください。はい、こんな感じでね、今フードを開けまして、オイルレベルゲージを取り出します。こんな感じでね、見えるかな、ちょっと明るいところ行きましょうかね。こんな感じでなっておりまして、しっかりオイルがねしっかり入ってますね。ちょっと差し込んできますので待っておいてください。差し込みましょうかね。はい、見ておいてください。レベルね、ちょっと見にくいかな。差し込んで、ちょっと待ってね。はい、引き抜きました。そして見たら、あ、入ってますね、十分ね。ちょっとオイル交換したばっかりなんでね、ちょっと見にくいんですけども、ちゃんとねローとハイのところに入ってますので、よしとしましょうね。はい、 OK です。そしたらまた戻しまして、ちょっと整備しにくいんだけどね、やりにくいんだけどね、この蓋があるからね、蓋取れればいいんだけどもね、これね。はい、そんな感じで、あとねエンジンかけたらもう終わりますので、はい、これでエンジンかけてみます。はい、はい、エンジンの方ね、問題なくかかっております。あとね現場の方でね田んぼの方でまたね撮影しますので、この辺で終わりたいと思います。はい、それではまたよろしくお願いします。はい、田んぼの方に着きました。このようにね、あ、どうもキャプテン浩二です。はい、稲がね実っております。ひび割れがね、しておりますけども、土のね地面がねひび割れておりますけども、これをね中干しした後のになります。こちらもひび割れてるな。それではね、運搬車今から下ろしますので見ておいてください。
だろうな、また。いじけてない。あ？はい、始まりました。稲刈り始まりました。まだ乗り出ますね。
い、キャプテン浩二です。今日は太陽が出て暑いですね。はい、この感じで、順調に、稲刈り進んでおります。暑い。草がね、すごくね、生えてます。アゼのね、草がね、かなり生えてますので、稲刈り終わってからね、また機械でね、ここカットしましょう。買っていきますのでね。はい、弟がね、今ね、やっております。稲刈り。
い、キャプテン浩二です。先ほどね、草刈りはね稲刈り終わりまして、こんな感じになっております。無事に、終わりました。ちょっと疲れましたけどね。今からね、機械でエアを吹いて、きれいに、掃除したいと思いますので、また後でね、よろしくお願いします。燃料入っちゃうけ、引っ張るだけでいい。チョーク引いたらいいの。チョーク引いて、これがアクセルの赤いやつかな。赤いやつがアクセルで。はい、そしたらね、運搬車をね、軽トラに乗せて終わりにしますので、今日はね、これで終わりたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。